はい、どうも柳田です。今回の動画はですね、メルカリの値段の付け方について解説していきます。よろしくお願いします。単にですね、値段の付け方といっても非常にこちらも奥が深くてですね、値段を安く付けすぎてしまうと金銭的な損が出てしまうと。で、逆に高く付けすぎてしまうと時間的な損が出てしまうというふうに考えられますので、必ずこのポイントは押さえておいてください。よろしくお願いします。僕はですね、中古品の転売を10年ほどずっとやってきておりまして、商品をね、大量に仕入れてきて、ヤフオクとかメルカリとかアマゾンで転売をしているわけなんですね。で、この商品ね、どうやって仕入れてきてるかっていうと、古物市場とかブランドオークションを使って競りで商品を仕入れてきております。このね、古物市場を使った転売の手法につきましては、このチャンネル内にあるですね、他の動画でたくさん解説していますので、興味がある方はね、ぜひそちらをチェックしてみてください。合わせてですね、この手法についてもっと深く知りたいっていう方だったり、同じようなね、転売の方法を使って稼ぎたいという方はですね、この動画のですね、詳細欄にリンクを貼っております。ノートというサイトのリンクを貼ってありまして、そちらでですね、古物市場攻略法というものを販売させていただいておりますので、合わせてそちらもチェックしてみてください。よろしくお願いします。ということで本題に入っていきたいと思うんですけれども、メルカリのですね、正しい値段の付け方で重要なポイントがあります。これは何だと思いますか？もうね、僕のね、動画を普段見ていてくださっている方はね、必ずわかると思うんですけれども、何だと思いますか？はい、その答えはですね、1つ目相場検索、2つ目相場検索、3つ目相場検索っていう風になっております。もうね、とにかく1にも2にも3にも相場検索が重要です。はい、これについて具体的に解説していきますね。で、値段をつけるときにね、やってはいけないことがいくつかあります。それが、定価、そしてブランド、流行で、自分の思い入れや思い出、そして他人の出品物、他人が出品しているものの金額ですね。で、金額の最後を82というこの点ですね。はい、これは基本的には正しい値段付けという観点からは一切関係がないというふうに覚えておいてください。はい、順に解説していきますね。で、まず定価ですね。これは当然なんですけれども、買った時1万円だったから、まあ使ってみて、飽きちゃったから9000円で売ろうとか、8000円で売ろうとかね。定価が1万円だから9000円で売りたいっていうこの考え方はまず間違っているっていうことを覚えておいてください。二つ目、ブランドですね。ルイ・ヴィトンだから高く売れるだろう。グッチだから高く売れるだろう。シャネルだから高く売れるだろうっていうこの考え方は間違っているということです。はい、そして三つ目、流行ですね。少し前まで流行っていたから、まだまだ売れるだろうとか、これ今流行ってるからね、高く売れるだろうという考え方は大きな間違いです。はい、そして4つ目、自分の思い入れとか思い出ですね。これはですね、大切な人にもらったから高く売りたいなとか、これ思い出が詰まっている商品だから高く売りたいなとかっていう考え方は間違っているということ。はい、そして他人の出品物の金額ですね。あの人がこの商品を5万円で売ってるから5万円で売れるだろうとか、4万5000円で売れるだろうっていう考え方は間違っているということですね。で、最後が金額の最後を80にする。1キュッパにしたら売れやすい、2キュッパにしたら売れやすい、3キュッパにしたら売れやすいっていう考え方は、正しい値付けの方法においては関係がないということです。はい、ではですね、具体的にどのように値段をつけていけばいいのかっていうことなんですけれども、それがですね、相場検索であり、基本的には売れている金額が相場で、この相場が全てであるというふうに必ずですね、覚えておいてください。で、このね、転売をやると、転売ビジネスをやるという上では、最も重要なのが、この相場になってきます。はい、相場をね、相場なくして、この転売はありえないというふうに、必ず覚えておいてください。自分のね、不要品を売ってお金にしようとかね、自分のいらないものを売ってお小遣いにしようっていうんだったら別にどうでもいいですよ。はい、だけれども、ビジネスとして副業としてね、稼いでいこうという場合に、転売においては相場は必ず必要で、相場が最も重要だというふうに覚えておいてください。で、ちなみになんですけれども、僕がですね、商品を仕入れて転売をするまでの工程をちょっとね、書き出してみました。はい、これがですね、まず最初に相場検索をします。これは当然ですね、相場を検索します。そしてその商品を仕入れると。はい、で、一番最初に相場検索をするので、この商品はいくらで売れますねと。だから、そこから逆算していくらで仕入れをしますねっていうことを考えますね。なので、いつも言っている通りですね、このね、仕入れが完了した時点で、もう利益が確定している状態というのが転売の基本なんですね。ここはね、必ず抑えるようにしておいてください。ちょっとね、値付けの話からね、ちょっと外れるんですけれども、ここはね、本当に基礎中の基礎、もう基本中の基本なので、必ずこれを覚えておいてくださいね。で、仕入れをしたら、次はですね、どのプラットフォームで売るのがベストなのかっていうことを調べるために、再度相場検索をします。
はい、ヤフオクで売るべきなのか、メルカリで売るべきなのか、まあ、ラクマで売るべきなのか、アマゾンで売るべきなのかみたいなことをね、考えながらまた相場検索をするわけですね。そしてそれからやっと写真撮影に入って出品に至るというような流れを組むわけですね。なので相場検索をですね、少なくとも 2,3 回はやると、必ずねやるというふうに覚えておいてください。まあ、僕でさえそういうことをやっていると。で、基本的にね、うまくいっている転売ね、転売で生計を立てていると、プロの人はこのような流れを組んでいると思います。必ず、はい、で必ずですね、これはね押さえておいていただきたいと思います。で、まあ相場の検索の方法なんですけれども、まあ、メルカリはですね、売り切れ検索というものをします。で、ヤフオクはオークファンでの落札相場の検索をします。まあこれはね、もう基本中の基本なので、あまりは深くは触れませんけれども、簡単に説明させていただきますと、メルカリはですね、まず商品名を検索して、で右上にあるですね、絞り込みというボタンから、この販売状況、一番下のね販売状況というところを押して、売り切れというねチェックボックスにチェックを入れます。そうするとですね、メルカリでもうね、現在この売れている相場がこうずらっとね、ソールドのものが出てくるわけなんですね。なのでこれを見ながらですね、同じ状態のものとか同じ色のものとかね、これからですね売れる金額を出していくという感じですね。これを元に販売する値段を決めるっていうことが重要になってきますね。はい、で次はヤフオクの方ですね。でヤフオクはオークファンというサイトを使って検索します。でオークファンはですね、まあ、過去10年間分遡って相場を検索することができるんですけれども、まあ、このような感じでですね、はい、ずらーっとですね落札された相場が見れるというふうになっています。はい、まあ、今回はですね、ざっとですね、ビトンの、まあ、スピーディーモノグラムで検索しているんですけれども、まあ、具体的にはですね、ちょっとね、今回この相場の見方は、ちょっとテーマと外れてくるので、テーマと外れてきますので、今回はですね、省略したいと思います。で、メルカリに出すべきなのか、ヤフオクに出すべきなのかっていうことをまず合わせて考えなければいけません。で、値段の付け方としてはね、先ほど言った通りにですね、メルカリは売り切れ検索をします、ベースとして。そして、少し高めに値付けします。はい、これはね、なんでかっていうと、メルカリはね、基本的にね、値切って買う文化みたいなものが根付いているので、まあ、値切られることを前提にしておいて、ちょっとだけね、高めに設定して出品すると。で、特にですね、売れる金額がわからないもの、ね、もうこれ、いくら値段つければいいのかなと。もう初心者の方とか特にそうだと思うんですね。売り切れ検索をしたけど本当にこれでいいのかなという場合には、ちょっと高めにですね値段の設定をして、だんだん値下げをしていくっていうのがいいと思います。はい、これをすることによってですね、もう安く変わりすぎてしまうっていうことがなくなりますので、もうこのやり方は正しいというふうに言えると思います。ただしですね、その分時間がかかりますね。売れるまでにちょっと時間はかかるけれども、金銭的な損は避けることができるというふうに言えます。はい、そして合わせてですね、ヤフオクへの出品も検討しましょう。これは何でかっていうと、ヤフオクの方が基本的に落札手数料が安いからですね。で、メルカリはですね、基本的に送料込みの値段で取引されますけれども、ヤフオクはですね、基本としては送料は別で取引されます。なので手数料も送料にはかかってきません。メルカリの場合だとですね、送料にも手数料がかかってしまいます。ヤフオクは送料が別で、落札代金に直接手数料がかかってくるので、まあ、送料にはね、その手数料がかかってこないということが言えるので、ヤフオクへの出品も考えるということですね。はい。で、ヤフオクの方に出品する場合の値付けはどうかっていうと、逆にですね、少し安めに出品する、安めに値付けするっていうことも考えてください。これはですね、ヤフオクがオークション形式だからなんですね。で、落札価格よりも入札件数の方が重要っていうふうに書いてるんですけれども、値段、落札金額もそうなんですが、ヤフオクの場合だと入札されている件数も非常に重要になってきます。入札件数が多ければ多いほど、その商品が人気であるということがが言えますので、いくらですね安い金額から出品したとしても、である程度の相場で売れるっていうことが分かっていますので、1円からの出品も検討することができるということですね。なので安めに出品しても売れるよということが言えると思います。はい。で、逆にですね、相場より高く値段をつけると、相場より高めに値段を設定するんだっていう方はですね、この場合はメルカリに出品することも検討するのが一つあるんではないかなというふうに言えますね。で、ヤフオクはですね、意外と高めに値段設定すると売れるまでにすごい時間がかかるというね、傾向にあります。
本当に。で、例えばですね、入札件数が少ないものとか、入札件数が多いものでもそうなんですけれども、高めに値段設定をしてヤフオクに出品しておくと、本当ね、半年間売れないとか、ザラにあるんですよ。はい、例えばなんですけれども、ヤフオクで3万円で出品しておいて、半年間ずっと売れなかった商品が、1円に値下げして出品し直した途端にですね、1週間のうちに4万円で売れてしまう。落札されてしまうみたいなことが本当にねあるんですよ。全然あるんですよね。なのでこのねヤフオクのね価格の設定とかオークファンからこの入札の件数を見て値段をつけるっていうのは非常に重要になってきますね。はい。なので、この回転率を上げるためにもですね、ヤフオクの場合は安く出品するっていうことを一つですね選択肢に入れておいてください。はい。高く出品しすぎると時間がかかってしまうとね、時間的な損をしてしまうと、安く出品しすぎてしまうと金銭的な損を被ってしまうということになりますので、この点をですね改めて意識しながら値段をつけてください。でやはりですね、相場の検索をきちっとして、その相場通りの値段をつけていくっていうことが重要になってきますので、この点はですねやっぱりプロとしてね、転売で稼ぐという上では非常に重要なので、このポイントは押さえておいてください。ということで今回は、値段の正しい付け方について解説しました。はい。このチャンネルではですね、中古品の転売に関する情報を発信しておりまして、メルカリ、ヤフオク、アマゾン、ラクマのこととかですね、あと古物市場を使った転売方法、ブランドオークションを使った転売方法なんかについて情報を発信しております。コメント欄からですね、悩み相談疑問受け付けておりますので、気軽にねメッセージ送っていただければ嬉しいです。ということで今回も最後までご覧いただきありがとうございました。次回もまたお願いします。じゃあね、バイバイ。